それでは田口隆介選手です。お願いします。はい、お願いします。3本目ってなかなかないですよ。延長戦。はい。大体2本ですから。はい、これでもやっぱお酒入ってるせいでしょうね。そうですね。話が全然こう、はい、なんていうんですかね。ぐだぐだしてます。そうですね。聞いてる方は大丈夫です。聞いてる方もなんかお酒を飲みながら。いやー。聞いてもいただきたいですね。あの夜配信してますからね。あ、いいですね。じゃあ飲んでぜひぜひ、はい、一杯なんか飲みやりながら聞いていただきたいですね。はい、木戸治さんですよ。はい、亡くなりましたね、木戸さんが。そうですね、びっくり。木戸さんはだって新日本プロレスの、 あの引退された後コーチをやってまして、 そうですね、でそのコーチ、はい、まあ、指導を受けた最初の世代が実は田口さんなんですね、はい、そうですね。我々、はい、私と、後藤博樹、はい、中村慎介、吉達、はいはい、でもう引退しますけど長尾博士っていうね、はいはい、ジャイアントバボ、ジャイアントバボですね、はい、はい、いや、あの、まあ、僕も噂には聞いたことありますけど、めちゃくちゃ昭和式なトレーニングだったらしいですね。そうですね、はい、昭和ですね。窓を閉め切り、はい、水を飲まさず、はい、うさぎ飛びをし、はい、本当に、はい、非合理的な、はい、はい、スポーツ科学を無視した、はい、はい、昭和の根性ですね。あ、はい、で結構それで潰されました。そうですね、いやでも精神的には鍛えられましたね、やっぱり、はい、やっぱりそう、はい、まあいろいろ賛否両論あるとは思いますけど、うん、はい、うん、精神根性を鍛えるのには昭和式は、うん、はい、いいと思いますけどね、はい、でみんな残ったんですよね、やめずに。そうですね、5人入って5人残りましたからね、うん、で木戸さんってまたほらめちゃくちゃ綺麗好きでしょ。はい、綺麗好きですね、はい、まあ、髪型をね、世に思えます、はい、牛乳の伝説もありますよね。はい、牛乳はそうですね、毎回新しいパックですね、ね、はい、一回開けたらもう飲まないですよね。開けて、はい、はい、開いてないやつは飲まないですよね。飲まないですよね、はい、だからその綺麗好きのところでなんかやらかしたことはないですか、木戸さ ん。そうですね、綺麗好きは僕なんか僕らに、はい、なんか影響があることはなかったですよね、多分、はい、はい、毎回なんか洗車はされてましたね、練習終わりに洗車して、はい、はい、変えられてましたね、はい、綺麗にしとけ、綺麗にしとけっていう感じじゃなくて、自分が綺麗にあのしときたいタイプなあれですよね。でもその練習環境とかも綺麗にしとかないと、はい、あんまりそうですね、その辺をなんか汚えぞとか言われることはなかったですね、うん、あ、そうですか、汚いから綺麗にしとけとか、はいはいはい、はい、はい、だからまあちゃんこですよね、うん、ちゃんこ食べる、はい、練習終わってちゃんこ食べるときに、そうですね、だからやっぱその牛乳ぐらいしか、はい、牛乳、あの空いてない牛乳ないのかって、はい、あ、ありません、はい、買ってきて、買ってこいって言われて、はい、はい、あの近くの池田屋、池田屋、はい、ね、はい、裏に買いに行くぐらいですね、はい、はい、はい、いやでもね、今考えれば本当にこう何と言いますか、いいコンディションをねキープされていたというか、そうですね、サポーターもせず、はい、そうですよね、うん、その年で、はい、黒パンでね、はい、田口さんはだってもともと何かエル侍さん、はい、がね好きでっていうのもありましたし、そうですね、あんまりその昭和のレスラーに対する思い入れみたいなものはそんなでもなかったです。そうですね、僕がファンになったのがだいぶ遅いんで、1997年からなんで、はい、プロレス見始めたのが、はい、本当、はい、侍さんがスーパージュニア優勝した、うん、はい、金本さんとかね、はい、はいはい、そのあたりなんで、昭和のレスラーというよりは、まあ、もうその辺ですよね、もうん平成なんですか、その時は。もう平成ですよ、ね、平成ですよ、ね、97は平成です、平成ですよ、ね、はい、はい、平成ですね。なんか昭和、はい、昭和の方で、まあ、入ってからそうですね、昭和の方はヒロさん、昭和言えるんですかね、ヒロさんとか、はい、後藤辰俊さん、はい、はい、平田さんですね、はい、の辺の方が一番上ですかね。木村健吾さんがスカウト部長で、はいはい、我々入った木村健吾さんスカウト部長で入って、
木戸さんがコーチっていう、うん、はい、その体制の、はい、初年度っていうんですかね。だからギリギリ昭和知ってるというか、まあそのね、接点があった最後の世代じゃないですか。そうですね、もうちょっと下になって、裕次郎選手ぐらいになると、裕次郎、そうですね、裕次郎ぐらいまで教えてたんですかね、木戸さんは。あ、はいはい、多分そうですね、木戸さん、裕次郎ぐらいで終わってると思いますね、はい。で、そのまあその後は平田さんとか後藤さん、ヒロさん、ああそうかそうか、まあもうちょっと続いてるんですかね、はい、はい。でもまあ、その旗揚げからいる木戸さんですから、はいはい、まあ、それは、はい、まあ、昭和式でなんかやってる時はまあちょっと なんか何なんだこれはと思いながらやってましたけど、はい、まあ、今となってみると、はい、あれがすごい、まあ、いい思い出ですよね。で、亡くなるたまたまちょっと直前の試合で木戸クラッチ使ってませんでした。あ、そうなんです、はい、そう、本当亡くなる前なんか、はい、2、3日前ですね、はい、はい、使ってました。あれ、キドクラッチを使うようになったのはそもそもどうしてなんですか。1日前でしたかね、はい、キドクラッチは、キドクラッチは、なんかすんごいたまに使ってたんですよね、まあ、キドクラ侍さんが侍クラッチで使ってたのもあったんで、はいはい、まあ、木戸さんで、まあ、僕が侍ジム、はい、木戸さんに教わり、侍ジムで侍さんにもお世話になり、はい、まあ、その木戸クラッチ、侍クラッチの流れがあるんで、うん、まあ、僕も、はい、まあ、タグクラッチでもいいんですけど、うん、僕は木戸クラッチっていう名前で、木戸クラッチで何回か使わせてもらってた時あったんで、はいはい、そうですね、その試合の時は本当たまたまですね、なんか、はい、使ったのはびっくりしましたよね。びっくりしました、はい、そうです、本当そうですね、既読クラッチですか、次の日か次の日かに、ね、はい、そういう、はい、流れて、と思う、はい、なんか本当不思議なものを感じましたね、はい、うん、なんか逆木戸さんが来たんじゃないですか。あ、前中のレッスン&キングダムポッドキャスト。